うどんとは和の国の里の一つ。しかし今ではそこにある囚人採掘場を指す場合がほとんどである。重い罪を犯した者が死ぬまで過酷な労働を強いられ、そこから出てきた者は未だ一人もいないという恐ろしい場所だからよ。お前キッドの脱獄に加担してねえだろうな。お前ら何かとよく話してただろ。くせえツバだな。くせえ、てめえ逆らうのか。やめろよ、くせえんだよお前のツバさ。もしかして犯行か。じゃあもう一度おさらいしとくか。1回犯行両腕切断、2回犯行両足切断、3回犯行死刑だ。バカべー。